ジェイソン・アンソニー・ポールはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ブルックリン出身のアフリカ系アメリカ人。2002年よりプロレスラーとして活動を開始。2005年、WWE とディベロップメント契約を交わして入団し、参加団体であるオーベニテジャスト・トゥ・グッドのリングネームで所属。2006年1月、リングネームをネイバー・フティーへと変更し、 シャドウ・ガスパードとのタックチーム、ザ・ギャングスターズで、タック戦線に乗り込んで、クラブライフ、リックス・ブラザーズとオベレ南部タック王座をめぐって、構想を繰り広げた。クライムタイムシャドー &JTG 同年8月、タックネームを、クライムタイムへと変更して WWE に昇格。RAW に所属し、スピリットスクワットや、チャーリー・ハースシェルトン・ベンジャミンと構想を展開。 11月5日、PPV である、サイバーサンデー2006に、チャーリー・ハースビズラ、ランスケードトレバー・マードック、ザ・ハイランダーズとテキサストルネードマッチを行い勝利した。出場機会が多かったものの、2007年9月に、シャドと共に、WWE から解雇となる。WWE 解雇後、DCW とジャポに参戦し、2008年3月に、 WWE へと復帰を果たす。同月31日の RAW にて、ランスケードトレバー・マードックと対戦して勝利し、復帰戦を勝利で飾った。2009年にはスマックダウンへと移籍し、ハートダイナスティと構想を展開。2010年4月、シャドがギャングでいることに疑問を持つようになり、JTG を裏切ってヒールターンしたことにより、クライムタイムは解散となった。 スタック解散後シャドウと抗争を開始し、4月25日に PPV であるエクストリームルールズ2010にて遺婚戦を行い勝利した。この抗争後、シャドウは FCW へと降格し、11月に解雇となった。2011年3月、新人発掘番組である NXT シーズン5にて、新人のジェイコブのバックのプロに就く。 ノバックのキャラクターを自身と同じストリート系へと変更させて活動させたものの、観客からはブーイングで迎えられ、解説のウィリアム・リーガルからは酷評された。リーガルの酷評に神経を逆なでされたノバックが公然と反発するようになり、JTG は当初フォローに回っていたが、リーガルの批判が自身に向いたのをきっかけに、指定とモドもども、リーガルとシングルマッチを行うことになったが勝利する。 ことができず、後にノバックは NXT シーズン5発の脱落者となった。ノバック脱落後、ヒールとして活動し、NXT にて自身のトークコーナーを設けてゲストの吉達を吸収。吉達との短期構想後、プロがいなくなったダレン・ヤングと組んで、ウィリアム・リーガル、マット・ストライカー、ウーソズと構想を展開した。2012年5月、アリシア・フォックスのアイデアで、 都会的なイメージへとチェンジするも、ジョバーとしての役割が大半であった。TLC2012 では地元であるブルックリンで行われたこともあり、ダークマッチながらデビッド・オタンガと対戦して勝利した。ハウスショー、ダークマッチでの出場が大半でありながら、出場機会に恵まれていたものの、2014年6月に解雇となった。 WWE 解雇後、2014年8月23日、和を似て、WWE 時代の名優であるシャドと、クライムタイムを再結成し、ブルーミーニーと組んで、チャチジェイ・ジョージマイク・バーナと6人制タッグマッチを行うが、敗戦した。フィニッシャー。スピニング・シット・アウト、スリーパー・スラム変形バック・ブリーカー・ダイビング・フェイス、バスター・オペ・ W、シャドガスパード。 ありがとうございます。